男阿部亮平誕生。どうも皆さんこんにちは、キューです。はい、今日はですね、それスノーマンにやらせてくださいの方で東京フレンドパークを復活させるってところで、まあ TBS の名物企画を13年ぶりってところでスノーマンが初挑戦でいろいろ番組を復活させたりしてると思うんですけども、まあ今日はですね、まあこの東京フレンドパークの動画っていうのも4つぐらい作ってるのかな、多分これ5個目だと思うんですけども、まあこれが多分最後っていうところで、まあこの動画ではハイパーホッケーとビッグチャレンジの、まあダーツですね、本当東京フレンドパークといったらこの2つといっても過言じゃないぐらいの、まあホッケー、まあいつもあの石ちゃんとかね、ホンジャマカがいつも強かったと思うんですけど、ホッケーそのホンジャマカじゃなかったんですけど、まあ、ホッケーやったりとか、あとはやっぱその名物企画、この金貨をいっぱい集めての最後のダーツで、まあ、車パージェロじゃないけど、その2つについて今日お話ししていきたいなというふうに思います。皆さん見ました？あ、本当最後の最後で阿部ちゃんとショッピーがかっこよかったなっていうところと、まあ、やっぱどっちかって言ったら阿部ちゃんだったかな。もちろんショッピーもありきですけど、阿部ちゃんとショッピーがホッケーの方でチームを組んで、多分あれスノーマンは9人いるから、多分1点取られた1点取ったとかで交代制でやっていくと思うんですよ。例えばなんだろう、ショッピーたちが1点取ったら、じゃあショッピーと阿部ちゃんのうち、じゃあショッピーだけ変えるとか、2人とも一気に変えるとか、そういった交互でやっていくと思うんですね、本来は。まあ人数も多いしね。ただそのメンバーの方でもあったけど、もう行っちゃえそのまま行っちゃえ2人でみたいな感じだったんで、途中からもう2人のみでやったのかなって感じはしますよね。やっぱショッピーとその阿部ちゃんっていうコンビも、まあ、9人もいるからね。やっぱりゆり組とか、阿部ちゃんだったらさっくんとか、ネメラウじゃないけど、そういったなんかスノーマンの中で王道って言って方あれですけど、王道のなんか2人組ってあるじゃないですか、伊達こじとかね。いや、そういう意味で言うとショッピーと阿部ちゃんって意外と珍しいというか、まあさっき言ったゆり組、伊達組じゃねえや、ゆり組、伊達こじのような王道スノーマンツーショットよりは珍しい方かなと思うんですけど、やっぱ6人時代含めてやっぱり今のスノーマンを支えてきた6人のメンバーだと思うので、やっぱり絆だったりとか、そういった熱いものありましたよね。でやっぱ阿部ちゃんがね、めちゃくちゃ、まあ、今阿部ちゃんって言ってますけど、結構なんか僕のなイメージ、阿部ちゃん好きな人ってその阿部ちゃん可愛いねっていうのと、阿部くんかっこいいみたいな、なんかその2つがあると思うんですよ。なんか阿部ちゃん可愛いねってめでる感じの阿部ちゃんと、まあそれこそなんかやっぱアイドルなんで、ああ阿部様じゃないけど、阿部くんかっこいいみたいな、かっこいい男要素に憧れというかは、男要素にかっこいいっていう、素直にかっこいいと、阿部ちゃんかわいいっていう、このかっこいいとかわいいをすごく持ってる人ですし、そのファンも結構二分化してるイメージがちょっとあるんですけど、まあツイッターとか見てるとね、その阿部ちゃんが、かわいいかわいいじゃなくて、このかっこいい、かます阿部亮平って感じしましたよね。なんかもう途中から、まあ結局最終的に発表しちゃうと、あの、見取り図だったじゃないですか、ホッケーの相手が。だから、まあ、見取り図の人たちも1ヶ月練習したって言ってたんで、めちゃくちゃ強かったんですけど、まあ、リリーさんも言ってましたけど、スノーマン上手いと。まあ、スノーマンっていうか、まあ、やってたのが2人なんで、2人が上手いと。で、やっぱ、阿部ちゃんがこの気迫で超集中してる感じ。絶対負けねみたいな。コーチが怖いって言ってましたけど、それぐらいなんか気迫のある阿部ちゃんが見れて、ほんと超集中してたんだろうなって感じしますよね。もう、盛り上げるとかっていうよりも、絶対勝つみたいなのを感じられましたね、阿部ちゃんの表情とか。で、まあ、阿部ちゃんがめちゃくちゃ点取って、3点かな、4点かな、5点マッチなのに、3点か4点取ったんですよ、阿部ちゃんが。だから、それでも結局、金貨2枚取れて、まあ、トータル筋肉チームにも勝ったんで、8点金貨を取って、ダーツの方に移れるってところで、まあ、本当に阿部ちゃん大活躍だったって感じしますよね。で、金貨が8枚ある中で、まあ、5枚消費すると、まあ、いい盤面、いわ、たわしとかがきっと少なくなるのかなっていう感じの、まあ、すげえいい、あれに変わるじゃないですか。だから、まあ、3本は普通にしてやろうってとこで、まあ、1投目、やっぱホッケーで活躍した阿部ちゃんが投げるってとこで、せっかくね、あの、ホッケーでめちゃくちゃ活躍したのに、まあ、外してはないんだけどね、実際阿部ちゃんも。外してはないんだけど、超ど真ん中打っちゃって、もう、がっつりたわしっていう。なんか可能性もないぐらい、綺麗など真ん中でしたね。まあ、ある種うまいですよね、ダーツが。
あれがね、本来のダーツだブルっていうか真ん中50点とかあったりするんで、まあ惜しかったなって。1、このフレンドパークのダーツでは下手だったけど、実際のダーツだったらめっちゃうまかったなっていう。いやー、ショッピーも最高でしたね。やっぱ一緒にホッケーやったからっていうところで、まあ、ショッピーと阿部ちゃんで、1投目阿部ちゃんで、2投目もショッピーにしようってとこで、まあ、ショッピーもやっぱり全部を狙いますと。まあ、みんなが、9人がきっと楽しめるっていうか、まあ、普通みんなが喜べる全部を狙うってところで狙ったんですけど、すごいですよね。もうこれ奇跡ですよね。だって、まあ、しょうがないんだけど、競技出てないフッカーが除湿機が欲しいと。で、メンバーからも、なんだお前のいらねえじゃん。でも俺もスノーマンだから、みたいな。もう俺 MC だし、みたいな感じのところで、まさかのフッカーが欲しい除湿機をショッピーが当ててしまうっていう。だから要は、やってきた8人のメンバーからしたら、やっぱそれお笑い的には絶対フッカーの当てたくないじゃないですか。だってお前、競技出てねえんだからダメだよって言いたいところを、まさかのフッカーがもらってしまうっていう、この面白さ。当たった瞬間に多分、他のね、一緒にやってきた8人のメンバーだったら、ああ、よかったじゃん、おめでとう、ラウルとか出てきたのに、まさかのフッカーのやつ当てちゃったっていうところで、ショッピーが倒れ込むっていうね。で、やっぱ最後の一投はメメっていうところで、メメが、ね、まあ、功績者っていうか、まあ、最初のね、その壁にクリアってジャンプするやつもそうだし、ジャンプしてタイミング合わせるやつもそうだし、で、最後、やっぱりリーダー岩本ですよね。岩本ーっていう。どうした岩本ーにならないように。まあ、その5枚使ってめちゃくちゃ盤面、要はみんなのやつが当たるような、プレートっていうかね、まあ盤面に変わって、ど真ん中に関しては全部。だから安倍ちゃんがこれやってたら全部当たったっていうぐらいの綺麗な、ど真ん中は全部。ただ、たわしも結構多いんだけど、4分の1ぐらいはたわしなんですけど、じゃあそれをひーくんが、まあリーダーとして、最後締めるぞと。あとダーツも得意だしっていうところで。もう爆笑だよね。最後さ、ひーくん、まあ全部もちろん狙いに行ったんだけど、自分が欲しいトレーニング器具、得っていうところで、まあ惜しくも全部は無理だったけど、自分が欲しいトレーニング器具は、ちゃんと当てるってところで、やっぱそのさっきのショッピーが、フッカのやつを当てちゃって、ヒーくんが、まあ、自分のやつを当てるっていう、なんかこの、プレゼントっていう感じじゃなく、なんかお互いなんか、ちょっと笑っちゃうというかね、ヒーくんはごめんね、自分ので、なるし、ショッピーとしては、フッカをだけ当てたくなかった、なるし、このなんか、まあ、こればっかりは狙ったじゃなくて、たまたま、まあ、なんでしょう、神様が生んでくれたお笑いではあるじゃないですか。だからヒークに関しては最後自分の当てて、ショッピーは一番温くないフッカの当ててっていう、このなんか面白いお笑いの神様もその場についてるんだなっていう感じはしますよね。はい、今日はですね、それスノーマンにやらせてくださいの方で、まあ、このフレンドパークで、まあ、13年ぶりに復活ってとこで、まあ、多分前回のね、秘密の嵐ちゃんとか学校へ行こうと一緒で、多分一夜限りだとは思うんですけども、まあ、確かにね、毎週あるってだったらまたちょっと話が違うのかもしれないけど、でもやっぱりこのそれスノーマンにやらせてくださいもなんかもう過激なことあんまできないじゃないですか。過激なことするとちょっと、まあ、すぐね燃えたりとかしちゃうんで、まあ、そういったのも含めてやっぱりこういう昔の番組ないしはテレビ局を超えてやっぱり僕はスマスマとかのビストロ系をやってもらいたいしたいんで、まあ、その TBS の番組だけに限らずこういった昔の伝説の番組、あとはやっぱりこういうせっかくマネキン5とかフレンドパークとかっていうのを一回で終わらせないでちゃんと何回もっていうか半年に一回ぐらいやるみたいな、そういう風にはなってってくれたらもっともっとこのテレビっていうのが廃れてないぞ終わってないぞっていうのも出していけるんじゃないのかなと思いますね。はい、今日はですねそれスノーマンにやらせてくださいの方で自分の感想、まあ、5本ぐらいかな上げさせていただいたんですけども、まあ、ぜひ皆さんの方でもですね、いやーここの部分超大爆笑だったわっていう感想だったりとか、ぜひコメントで教えていただけたらなっていうふうに思います。はい、自分はですねこういったスノーマンの話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなっていうふうに思います。いやー、スノーマンほんと最高だね。またね。